放送当時、熊本市電で運行されたラッピング広告者、伊田テ東京オリンピック話は、2019年1月6日から12月15日まで放送された NHK 大河ドラマ第58作。副題が省略され、単に伊田テと呼ばれることもある。日本が初めて夏季オリンピックに参加した1912年のストックホルムオリンピックから幻となった。 東京オリンピック開催を決めた1936年のベルリンオリンピックを挟んで、1964年の東京オリンピック開催までの52年間の知られざる歴史を小立てに分け、日本人初のオリンピック選手となった日本のマラソンの父かなぐり43と東京オリンピック招致に尽力した田畑誠二の二人の主人公をリレーする形式で描く。主人公が作中で変わる。 リレー形式となるのは、青い徳川三代以来19年ぶり。なお、金栗と田畑は実際に面会したことがあり、取材の過程で発見された記念写真は、番組エンディングの伊達天気公や番組関連で開催されているイベント等で公開されている。物語は五代目古本帝新章が語る、架空の落語、オリムピック話の語りに乗せて進行するという形式で、 随所に、新章自身の人生も挿入され、その視点で見た明治から昭和にかけての東京の変遷も描かれる。1928年出生の古橋弘之進、1933年出生の河西正江など、昭和生まれの実在の人物が登場する初の NHK 大河ドラマでもある。作品にも、スタッフとして参加している吹浦忠正など、 放送時点で本人が存命の人物や実在する会社の名前が複数登場する。天皇大尉即位による改元で平成から令和にまたがった大河ドラマとなった。平成最後で令和初の NHK 大河ドラマ。2016年11月16日、2019年の大河ドラマについて、工藤勘九郎のオリジナル脚本となること、 放送時期が2020年東京オリンピックの前年に当たることから近代オリンピックがテーマになることが発表された。同時に制作統括に来るべき絵、演出に井上剛と工藤を含めて連続テレビ小説まちゃんのスタッフ夫人で臨むことも明らかにされている。明治以降の日本の近現代のみを舞台とした大河ドラマは命以来33年ぶりである。 これについて、工藤は歴史を動かした人物にも、戦国時代にも幕末にもあまり思い入れがないから、自分に大河ドラマは無理だろうと思っていました。できる題材を探しましょうという優しい言葉をいただき、だんだんその気になり、考えたのが東京とオリンピックの物語と述べている。音楽担当の大友義秀によると、当初、井上は、 近代の戦争を描く作品を試行していたという。打ち合わせで戦時中の歴史への興味について、井上に問われた工藤は、井上久しの遠征と新章にある新章の満州時代の話を題材の一例として挙げたといい、ここからオリンピックと戦争をつなげる歴史ドラマとしての企画が動いたという。なお、翌年の東京オリンピックに向けた、 国策的な企画という推測については、工藤本人が明確に否定している。2017年4月3日、制作発表が行われ、金栗43役は、中村勘九郎、田畑誠二役は、安倍貞夫の両名の主演が発表された。また、物語の語り部として、落語家の古今帝新章が登場することも合わせて、発表された。 中村勘九郎の父である十八代目、中村勘三郎は1999年の原読両欄で主演を務めており中村勘九郎、小形健、直と親子以来二組目となる、親子二代での大河ドラマ主演となった。また、大河ドラマ初の 4K 映像作品となることも同時に発表された。2017年11月1日の出演者発表、第1弾では、 劇中音楽を、天ちゃんの音楽も担当した、大友義秀が担当することが合わせて発表された。また、11月29日の出演者発表第2弾においては、5代目古根帝、新小役をビートたけしが演じることが発表された。オープニングテーマの作曲も大友が手掛けており、失走感あふれるサンバ風のものとなっている。2018年3月30日の出演者発表。 第3弾において大事を横尾忠則が担当することが発表された。横尾自身もマラソン好きということもあり、他の人に依頼されなくてよかったと感想を述べている。ロゴも走っているように見えるといいなとの発想から、伊達天の4文字の上に三脚ともえを重ねたデザインとなっている。4月4日、金栗の故郷、熊本県でクランクイン。 8月上旬から3週間程度をかけ、1912年大会当時のスタジアムの姿がほぼ残るストックホルムでのロケが予定されており、準備に時間がかかるため、例年よりも早めのクランクインとなった。11月9日、公式サイトと公式ツイッターアカウントが開設されて予告編映像が公開された。12月14日、初回試写会が行われ、ドラマの最後に、 大河ドラマでは異例のこのドラマは史実をもとにしたフィクションですという注釈テロップが付けられることが明らかになった。この意図について制作統括の君派は意外に事実が多く事実とは何かを考える機会にもなる事実の大切さとフィクションの楽しさを両方持っているという自分の思いも込めたと述べている。2019年3月26日 第25回から登場する高橋小暦予約で出演予定の萩原健一が急成したが主な出演シーンは収録を終えており予定通り放送された2019年10月1日すべての撮影を終了した物語は1959年インフラ整備が進む五輪招致目前の東京の寄せで開かれた古今亭新章による オリンピック初参加にまつわる話で始まる。遡ること50年前の1909年、東京。柔道の創始者、カノージゴローは、スポーツという言葉すら知られていない時代に、日本初のオリンピック選手派遣に向けて、悪戦苦闘の末、選手選考会を開催。東京高等師範学校の学生、金栗四十43が、マラソンで、 日本人初のオリンピック出場権を勝ち取る。熊本の山間にあるのを損で生まれ育った43は、幼い頃学校まで往復12キロを走る伊賀天通学で巨弱体質を克服し脚力を身につける。中学校卒業後は、海軍兵学校進学を志望するも、不合格。幼馴染みの春の素やに励まされて気持ちを切り替え、 憧れの加納おじごろが校長を務める東京高等、師範学校へ進学する。慣れない東京で学生生活を送る。ある日、街中を失踪する集団、天狗クラブに遭遇した43は、初めてマラソンを知り衝撃を受ける。徒歩部に入部しますます走ることに夢中になる43は、オリンピックのマラソン選考会の参加募集を知り出場。日本では、 前代未聞の長距離活躍転向で多くの脱落者が発生する中優勝する。代表選手に内定した43は国の代表という受圧や旅費の自己負担などに戸惑い悩む日々を送るが、可能の説得、仲間たちの応援、兄、実技の尽力に助けられ、前向きに練習を重ねていく。1912年5月16日、43は、 選手団長の可能が出国できないトラブルの中、監督の大森平蔵と妻の安貴美子、短距離総代表の山東八彦の三人と共に、開催地であるストックホルムへ出発する。現地に到着した四人は、長い旅路での疲労、平蔵の病が、不慣れな白や、沈鬱した八彦の自殺未遂騒動といったアクシデントが続き、拘配するが、43の失態激霊と協力で、 ヤヒコは立ち直り、平蔵も解放に向かい、可能も遅れて合流する。こうして迎えた、開会式43のこだわりで、日本と表記したプラカードを掲げ、日本選手団は入場。100メートル層に臨んだヤヒコは、予選敗退したものの、自己ベストを更新。400メートル予選では準決勝に進出するが、外国人選手との格段な実力の差を悟り力、 月田弥彦は、勝利を43に託し棄権する。そして長距離走に出場した43は、途中足の痛みや苦しさを感じながらも応援してきた、仲間や幼き日の自身の幻影に励まされ20位まで順位を上げてゆく。しかし、多くの脱落者が発生するほどの猛暑により43も日射病を発症し、道を誤りたどり着いた民家で失神。 ガイドと講師の判断でそのまま宿舎へ戻り、ゴールできずに終了する。一方、語り部である新章こと、見延べ構造の若き日々も並行して描かれる。浅草を拠点に、自堕落に生きていた構造は、ある日、話しか、立花や遠京の講座を目にして強く心を惹かれ、落語に傾倒、遠京の弟子となり、三遊亭浅田の芸名を与えられる。また、 1960年の新章のもとに、新章の服は絶品と書かれた絵はがきを手にした青年が訪れ、五輪として弟子入りする。明治天皇が崩御し、元号が大正に移り変わってからしばらく、あと43はストックホルムから帰国する。1913年春43は一人息子を失った熊本の資産家、池部育英の養精で、 彼女の養子となりすやと結婚。すやを熊本に残して東京に戻り、マラソン用の旅制作で世話になった黒坂新作が営むハリマやに居候して、ベルリンオリンピック出場に向けて鍛錬に打ち込む。多くの同期生が教職に就く中でも43はマラソンに専念し、1914年には世界記録を更新するが、同年6月、 第一次世界大戦の影響で、ベルリンオリンピックの開催中止が決定する。ショックのあまりに塞ぎ込む43だったが、心配し、駆けつけたすやの知ったげきれいで気持ちを切り替え、自身が50人いたら50個メダルが取れるという発想から、教員をしながら、後継者の育成に力を入れていく。その中で駅伝を思いつき、可能な協力のもと史上初の駅伝。 東海道53次駅伝競争1920年には箱根駅伝を実現させる。同年アントワープオリンピックの開催が決定。渡航費は国が負担し、渡航中の戦場でトレーニングができるなど、前回からは恵まれた環境でオリンピックに臨んだ選手団だったが、結果はテニスで日本初のメダル獲得を果たすも他の種目は惨敗。 後輩らを先導しながら競技に挑んだ43もマラソン選手としての適齢期をを杉足の痛みを抱えながら完走するも16位に終わる。素やや国民に対して面目無差を感じ、オリンピック終了後はベルリンに直行し放浪していた43は陸上競技を足しなむ現地の女性たちと出会い、日本女子へのスポーツの普及を志す。帰国し、東京府立。 第二高等女学校へ赴任した43は、授業を差し置き女生徒らにスポーツを推奨。当初、生徒の村田とミエラは43に反発するが、彼に懇願されやり投げに挑戦したことをきっかけに、スポーツの楽しさに目覚める。以来、同僚教師の島の協力もあり、生徒たちは43を支持し、スポーツに傾倒 やがて富江が50メートル障害物層で日本記録を更新するが、その際に素足にシューズを履いて走った行為が集体を晒したと、富江の父が学校に43の解雇を要求、ことを知った生徒らは解雇の反対とスポーツをする、自由を求め教室に立てこもりを始める。島の提案で村田父子は100メートル走で勝負、富江が勝利し、父が折れる形で43は、 解雇を免れる。加能が手がけた明治神宮外苑競技場が完成目前の1923年関東大震災が発生。東京は震災で未曾有の壊滅状態となり、島が行方不明となる。一方、遠教に才能を認められながらも相変わらず素行が悪い構造は、遠教の命で三遊亭松園朝に弟子入り。 小園町の土佐回りに同行することとなる。浜松を訪れた構造は、地元の少年、電波多成時に落語をから口評価されたことをきっかけに、小園朝と喧嘩。一座を追い出され、無線飲食を働き逮捕された獄中で遠鏡の死を知り、悲観に暮れる。小園町の計らいで釈放された構造は、彼に頭を下げ、引き続き一座に戻り精進する。その後、 巡業を駅強するも、友人、小梅のトラブルに巻き込まれ、再び浜松に一年間逃亡する羽目に。アントワープオリンピック終了後のある日、学友の内田忠連の敗北を悔しがり、浜名湖でクロールに挑戦する田畑を目撃した構造は、彼の財布から盗んだ金で再帰教する。古今帝演技と芸名を変え再出発し、新内に昇進した後は、小梅、 清水凛と結婚するが、初対持ちになっても娯楽に教授期に寄り付かず、挙句くよ逃げを余儀なくされる。凛の愛想がつき始めた矢先、二人は関東大震災に被災。その際、凛を守った構造は、彼女から第一司会人の報告を受ける。 自身の無事を伝えるため43は、熊本に帰省するが、育校の執筆と、実技の格言から被災者に食料を届けることを思い立ち、大量の食料と艶を連れて、早々に東京に戻る。43は、本来の伊田店のように食料を背負い人々に届け走り回る、うちに被災者のために運動会を望むようになり、体育関係者や島の夫、 マシノなどの賛同のもと、避難所として開放していた、神宮外苑競技場で開催される。運動会には、老若男に多くの人々が参加し、富江、島が陸上の世界へ誘い続けた、見絹江、ヤヒコも参戦して、場を盛り上げる。また、競技ができない被災者のため構造が会場で寄せを、披露し人々を笑顔にする。そして43も短距離走に参加。 ゴールを過ぎてもなお走り続け、競技場をさっそうと駆け抜けていくのであった。1924年、東京帝国大学を卒業した田畑誠二は、朝日新聞社の採用試験を受ける。面接で好きなスポーツを聞かれた際、水泳について熱弁し、面接官の尾形武虎と社長を困らせる。水泳に情熱を注いでいながら、運動部ではなく政治部を希望した田畑は、 社長の鶴の一声で採用されることになる。一方、金栗四43は1924年、パリオリンピックの予選会で、伴走者として母校のランナーを鼓舞するが背中で、ゴールテープを切り一着でゴール。三度目のオリンピック参加が決まる。パリオリンピックで43は、意識を失い途中棄権、結果報告会で正式に、現役引退を表明する。 その結果報告会で大京の陸上 B 期に号を、逃がした田畑は、大京名誉会長の加納治五郎の隕石辞任を求め、本人とは知らず加納につかみかかり投げ飛ばされる。勝手にした前と加納に告げられた田畑は、東京帝国大学教授の松沢一角らと共に、第二本水上競技連盟を結成し、水泳選手の育成に取り組んでいく。 1928年アムステルダムオリンピックが近づく中、田畑は大境に多数の水泳選手の派遣を求め、大境会長の岸聖一から金さえあれば連れて行くと返されたことで、大倉大臣の高橋小暦世に直談判し、国にオリンピック特別予算を出させることに成功する。こうして水泳の精鋭らを送り込んだ田畑だったが、 自身は職場で長期休暇の許可が下りず、国内で勝利を祈ることとなる。結果、鶴田義幸が金メダル、高石勝男が銀メダルと銅メダルを獲得。また、同大会では、日本人女性初のオリンピック選手となった瞳木の上が銀メダルを獲得し、日本の女子スポーツの未来を切り開く。そんな瞳に続くかのように、水泳界では、 前畑秀子が頭角を表し始める。満州事変5.15事件などの勃発により、暗淡とする世情の中、東京市長永田秀次郎は、紀元2600年記念行事と関東大震災復興記念事業の一環として、オリンピックの招致に乗り出す。その頃田畑は、新聞に見切りをつけ政界へ転じる同僚の孔野一郎から、 日本スポーツ界の将来を託され、前畑、小池冷蔵宮崎孝治、大横田勤など若手の育成に力を入れ、次期オリンピックに向けて拍車をかける。1932年、田畑は年間課いロサンゼルスオリンピック水泳チームの総監督として渡米するが、全種目制覇のために人情を切り捨てて、選手選考を行う姿勢に松沢は反発し、 若手に抜かれ戦力外が明白ながらも、チームの精神的支柱として同行する、ノンプレイングキャプテンの立場を命じられた高石も苛立ちを募らせていく。しかし、新聞の一面に、金メダル大量獲得の記事を載せ、日本を明るくしたいという田畑の希望を知った二人は、協力的に変わり、日本水泳チームは、全種目金はならなかったが、多くのメダルを獲得。この快挙に、 人種差別に苦しむ現地日系人らはアメリカ人を見返したと田畑や水泳チームへの感謝と歓喜に湧く。帰国後、田畑は影で彼を見守り支えてきた同僚の坂井菊江と結婚、1940年開催のオリンピック東京招致の実行委員に着任する。満州事変以降の国際政情から東京の不利は否めず、可能は 有力候補地であるイタリアの独裁者、ムッソリーニに権利を譲ってもらうように、自家判することを決め、田畑はそのための写真資料集、日本の作成を手掛ける。そして、IOC 委員、添島道正と杉村洋太郎の交渉により、ムッソリーニから承諾を得るものの、開催地決定選挙の場でこの事実が明らかになると、IOC 委員長、ラトゥールラから、 オリンピックに政治を介入させたと品縮を買い、選挙は延期となる。可能はラトゥールを日本に招待し、直接アピールと謝罪。田畑は2.26事件直後の改言下の東京にてラトゥールを案内する。こうして、招致委員会の努力は、実り、ベルリンオリンピック開催直前の選挙で、東京が次期オリンピック開催地に決定。しかし喜びはつかの間、田畑は、 河野の推測とラトゥールの忠告から、この選挙結果は、ドイツの独裁者、ヒトラーによる、水面下での圧力によるものと悟る。かつて、高橋コレキヨから資金を引き出す方便として、オリンピックの政治利用を何の気なしに訴えたことを、思い出した田畑は、ナチス党のプロパガンダ手段と貸し大規模に施行された、ベルリンオリンピックを見て愕然とする。 そんな異様な雰囲気の中、前畑は国民の声援を背負い精神的な重圧を抱えながら金メダルを獲得する。一方、アムステルダムオリンピック後に実次の死を受け、熊本に戻り、池部家が営む昭屋で番頭を務めていた43は、43に憧れマラソン選手を志す青年、小松勝さの訪問を受け、走ることへの情熱を取り戻す。その後、 可能から東京オリンピック招致への協力を依頼された43は、勝ちを一流の選手に育てて、オリンピックに出場させるべく、14年ぶりに上京。再びハリマヤ製作所の世話になる。勝ちは43の死難の下で鍛錬に打ち込む。一方で、同点のお張り込み習いとして働く島の娘、マシノリクと恋に落ち結婚、長男、カナジが誕生する。 東京オリンピック返上が決定しても次のオリンピックに向け前向きに練習を続ける価値だったが、彼に招集令状が届く。また、構造は、柳屋三五郎に弟子入りし、柳屋東三郎に芸名を変更。私生活では、長女、三つ子、次女、君子に続き長男、清が誕生と子宝に恵まれる。しかし、師匠の着物を室に出して破門され、 講座を追われ食うに困るほどの貧困に陥る。自身の著書のタイトルにもなる、なめくじ長屋に転居し、貧乏暮らしを続ける。ある日、兄弟弟子の満朝が構造の復帰を信じ、構造の羽織を七流れから守っていることを知る。心打たれた構造は満朝に弟子入りを、懇願、輪も頭を下げる。しかし満朝よりも構造が格上だったというオチがつき、 構造は満朝の協力で師匠と和解し、柳谷神五郎として復帰する。やがて園籍での講座やラジオ出演によって、生活を立て直した構造は、2.26事件が勃発した日、ナメクジ長屋を後にする。その後日本は、対外関係が悪化の一途となり、若者は徴兵されていく。オリンピック開催計画の会議には、軍部も同席し、ベルリンオリンピック同様に、 プロパガンダ手段にオリンピックを利用しようと画策また、東京市長、牛塚小太郎は会場を、駒沢陸上競技場への変更を主張し、可能と対立するようになる。一向に計画が進まない様子や軍事国家と変化しつつある現状での開催など、本来の趣旨から外れていくことから、田畑や添江島は、オリンピック返上を可能に提案するが、 選手らの気持ちに寄り添うカノは堅くクに東京開催にこだわる。1938年、エジプトで行われた IOC 会議からの帰路で、カノは肺炎に罹患し急性。彼を見取った平沢和恵から遺品であるストップウォッチを受け取った田畑はカノの意思を次オリンピックの開催を進めようとするが、添江島の独断で開催は返上される。1943年、 可能が平和への希望を込めて、オリンピック開催目的で作られた神宮外苑競技場は、皮肉にも出陣学徒走行会場に使用。同競技場でゴールテープを切る価値を出迎えることを夢見ていた43は、戦闘銃を片手に走行会で更新する価値を見送り複雑な思いで万歳参照する。降りしきる雨の中で走行会を見守れた旗は、 オリンピックを返上したことを激しく後悔し、開催反対を訴えていた河野に怒りをぶつけ、東京でオリンピックを開催させてみせると誓う。構造はというと、古今帝新章を襲名し、1945年に後輩の三遊亭演章たちと共に、疑問団の一人として満州へと旅立っていた。1961年の暮れに脳梗塞で倒れた新は、病床で、 小松正の息子である五輪に満州での思い出を語る。満州で構造は勝ちと出会い、服にケチをつけられる。勝ちは、急造が走る場所を浅草から芝にと、恩師である金四43の体験談を語りつつ提案する。しかし、8月15日に日本は敗戦したことにより、満州の状況は混乱の一途をたどることになる。その最中、新章と炎章は、 中国人たちに殺されかけるが、配属部隊長の情けで、脱走兵となっていた勝ちによって助けられて、以降行動を共にするようになる。構造は死を覚悟して酒を煽って、アルコール中毒により死のうとしたが炎症の助けで死を免れる。結局、二人は残った日本人を相手に落語会を開催。炎症は居残り、左平次を演じ、構造は勝ちのリクエストもあり、 服を演じた。その服は、勝ちの提案を受け入れ、アレンジしたものだった。勝ちは、服を着いて、外を走りたくなり、屋外へ出て、妻の陸宛てのはがきに、新章の服は、絶品と書き足して、ポストへ入れた瞬間に、ソ連兵に遭遇し、銃殺されてしまった。翌朝、構造は、炎症とともに、勝ちの死体を発見して、その死を惜しみつつ、 満州の町を逃げる。その後現地妻を持つなどした後、1947年に命からがら帰国、寄せの講座へと復帰し万来の拍手で迎えられた。1959年、田端政治、東龍太郎らは1964年のオリンピックを東京に招致するべく、IOC 総会に向けて準備を進めていたが、2週間前になってスピーチをする予定だった。 外交官、北原秀夫が足を負傷したため、北原は元外交官で NHK 解説委員になっていた平沢和江を推薦する。平沢は、加納寺五郎が船の中で亡くなった際に最後を見取った人物であったが、1964年での開催は時期尚早だとして、なかなか首を縦に振らない。なぜそこまでオリンピックに見せられるのかと平沢に尋ねられたことから、 田畑は敗戦後からの歩みを語ることになる。1945年9月、田畑は敗戦国となった、日本のためにオリンピックを東京に呼ぶことを決意する。1948年、ロンドンにて12年ぶりにオリンピックが開催されることになるが、日本はアメリカの占領下にあったため参加を認められなかった。そこで、田畑は人偶プールを使い、裏オリンピックと称して、 オリンピックの水泳競技と同じ日程で日本選手権を開く。この大会で古橋博之がオリンピックの優勝タイムを超える記録を出して日本人の若者たちを鼓舞した。1951年サンフランシスコ講和条約によって日本の独立が認められ翌年のヘルシンキオリンピックに参加。それから 田畑は1960年のオリンピックを東京で開催するべく招致活動に励むが、結果はローマの圧勝で惨敗。それでも田畑はすぐに1964年のオリンピックを招致させるべく奔走。加納地五郎が作った神宮競技場は老朽化していたためこれを壊し、国立競技場として生まれ変わらせた。田畑のオリンピックへの思いを聞き、 加納寺五郎の言葉を思い返した平沢は最終スピーチの役目を引き受ける。そしてそのスピーチが東京オリンピック開催を決定づけたのであった。田畑の奔走により、1964年10月10日、東京オリンピックが開催される。大松監督率いる女子バレーボールをはじめ、日本選手団は多くのメダルを獲得。閉会式は、 各国選手団が入り乱れて入場する様子が世界で称賛された。オリンピックから3年後、43のもとに、ストックホルムから招待状が届く。1967年3月、43は、妻のすやとストックホルムオリンピック開催55周年、記念式典に出席。43は、競技場をゆっくり走りゴール。 54年8ヶ月6日5時間32分20秒3という記録でようやくマラソン競技を終えたのだった。東京高等師範学校は東京講師、大日本体育協会は大教と省略される場面が多い。大日本体育協会は東京講師とは別組織だが校内に協会が設置され、協会理事も同校の教員らが名を連ねる。会長が 岸聖一に交代後は、大教本部は、岸の自宅に移り、その後岸の弁護士事務所内に再移転している。戦後は、日本体育協会と名を改める。大教役員と関係者たち、IOC 日本代表東京講師の教員、学生たち金栗や熊本県玉名群春、府村に在住。元は、代々続く作り酒屋であったが、病弱である信彦の代で廃業し、 実技の収入と農業で生計を立てている。池部家の関係者姿勢の人々、田畑や三島家元薩摩士族で、大熊重信や野木丸レなど、政財界の実力者との交流を持つ資産会一家。マシノや小松家天狗クラブ天狗クラブは、明治末期に野球愛好家の押川俊郎が創設した私的団体、現在でいうサークルに相当する組織。 スポーツを愛し、スポーツに愛され、ただ純粋に、スポーツを楽しむために活動する元気のゴンゲが、武君。ユニフォームのワッペン、TNG やメンバーがよく脱ぐといった設定も指実ずに、準拠している。メンバーを呼ぶ際は、上の名字を取って、天狗と呼んでいる。ヤヒコが、海外留学から帰国した、大正初期には、世間で、スポーツへの関心が薄れ少しずつ軍国主義的な、 時代へと変わっていくようになり、メンバーの高齢化が進んだことから、天狗クラブは解散する。ハリ針四43が講師の学生だった頃は、旅専門店だったが、大正時代に入ると、ハリマヤ製作所に野号を変え、体操服や、チュニックなどを取り扱うようになる。終戦後、オリンピック開幕2年前時点で、ハリマヤスポーツに野号が変わった。東京府立。 第2高等女学校と関係者東京市政の人々東京市政関係者浜松田畑や浜松市政の人々陸上競技関係者水泳競技関係者バレーボール競技関係者朝日新聞社 NHK 関係者その他の報道関係者東京オリンピック組織委員会1964東京五輪の協力者たち新章一家と弟子たちその他の落語関係者 IOC 関係者競技 関係者たち大会開催都市の人々外国要人2019年2月23日には、第1話から第7話までのダイジェスト版も放送された。総合テレビ、再放送枠における放送休止など2020年4月6日より7月16日まで、NHKBS プレミアムで、毎週月、日、水曜日の18時15分より再放送された。 また NHKBS4K でも BS プレミアムと同時放送された。2020年5月2日から5月4日にかけて国際放送である NHK ワールドジャパンにおいて総集編を全6話に再編集した上で英語の字幕、ナレーションを施したワールド版、伊ダテを放送した。NHK ワールドジャパンでは初の大河ドラマ放送となる。英語のナレーションは パトリック・ハーランが担当した。初回の視聴率は15.5%で、大河ドラマとしては、前作、西五丼の15.4%を0.1ポイント上回った。しかし、第6回で、大河史上最速の1桁落ちとなる9.9%を記録。その後視聴率が2桁になることはなく、42回連続で1桁視聴率となった。また、 第16回では、従来の最低記録だった、平野清盛第45回を下回る7.1%となった。さらに、第22回、第30回、第32回、第39回と、計5回最低視聴率を更新。最終回の視聴率も、歴代最低となる8.3%に止まった。前は平均視聴率はそれまで最低だった。 平野の清盛と花もゆの12.0%を3.8ポイント下回る8.2%で大河ドラマ史上最低にして初の一桁となった。スポーツ日本によればインターネット上での評価は高く、最終回でも放送終了後のツイッターで国内トレンド1位を獲得するなど熱烈に支持されたが、65歳以上の視聴者は、 初回から終盤にかけて半分以下にまで激減し、同時間帯の裏番組は逆に20%以上の視聴率を記録したこともあった。視聴率の低下につながった要因として、五感生活研究所代表の山下由美は、大河ドラマとしては、異例の近現代劇、二人の主人公、マラソンと落語という二つのテーマによる物語の煩雑化などが考えられるとしている。 スポーツ日本は、時間軸を行き来する、巧みなストーリー構成がファンを魅了したものの、その複雑さが逆に従来の大河視聴者層や、ライト層には敬遠される結果になったとしている。NHK は5月9日の定例会見で、上田良一会長はドラマを評価するコメントを出した。打開策について聞かれた、制作責任者は、今回の大河は、近代もので、 ほぼ無名の人物を描いていて、挑戦的な作品。特効薬的なものがあれば、逆にお聞きしたいですが、現場でも頑張っていて、どうやれば、うまく分かりやすいように伝わるかなど考えていますと、答えた。一方で、専門家からの評価は高く、2019年12月度ギャラクシー衝月鑑賞を受賞した際の選評では、日本におけるスポーツの概念の誕生から、 オリンピックを通して日本の近代史を描いた、わかりやすい英雄も出てこない大河ドラマとしては異色の作品だが、明治から昭和まで政治や戦争に翻弄されながら、スポーツが取り巻く状況が変化していく姿は、驚くほど現代の日本が抱える諸問題とリンクしており、見応えがあったとされている。また、本作の脚本で第12回痛み13章を、 工藤勘九郎が受賞した理由として、近現代を舞台にした異例の大河ドラマ、伊田天のチャレンジングな脚本により、テレビドラマの可能性を広げたと評されている。さらに、1年間に放送された番組で、作品の質の高さのみならず市場性、商業性にスポットを当て、世界に見せたい、日本のドラマのコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる。 可能性の高いドラマを表彰する東京ドラマアウォード2020では作品賞の連続ドラマ部門でグランプリに選出された。なお総集編の映像ソフトは発売されていない。主人公の一人である金栗43の出身地旧春、府、村が含まれる熊本県玉名郡名込町と玉名市。 南関町の一市二町による地域協議会が2017年10月に発足した。2019年1月6日のドラマ放送開始に、合わせ、玉名市羽根木の旧玉名市役所庁舎跡地に、大河ドラマ館が2019年1月12日から2020年1月13日まで、名古屋町、大田黒の三河温泉ふるさと、 交流センター敷地内に金栗43ミュージアムが2019年1月11日から2020年1月13日までの約1年間開館したが視聴率が低迷した影響もあり入館者は両館とも目標に届かなかった。また金栗43の成果が2019年1月11日から特別に公開されている。 当初聖火は2019年12月23日まで公開の予定だったが、2021年3月28日まで期間を延長し、同年4月1日以降は金栗43の聖火として運営されている。また、玉梨城大田の金栗43が晩年を過ごした十火と資料館は、2020年1月13日の大河ドラマ館閉館後も公開を続けている。 なお、名古屋町では、第1回放送日の2019年1月6日に、名古屋町三河公民館にて、パブリックビューイングが行われる予定であったが、放送3日前の1月3日に、名古屋町で、震度6弱を記録する地震が発生し、同公民館が避難所に指定されたため、開催が中止となった。なお、第2回については、熊本市内の熊本県民交流館パレアと、 NHK 熊本放送局の2カ所で PV が行われた。第1回の PV が中止となった名古屋町、三河公民館では、代わりに2019年12月15日、最終回の PV が行われた。名古屋町では、菊水町と合併する前の三河町だった、金栗43の没後の1984年から、毎年11月に金栗43、大マラソン大会が、 玉名市では、1949年から毎年3月に、金栗43倍ハーフマラソンが開催されている。2005年、玉名市と合併した横島町で1978年から毎年2月に開催されている、玉名市横島町いちごマラソン大会は、金栗43にあやかって2019年大会を、金栗43のふるさと、 玉名横島いちごマラソン大会として開催したが、2020年大会、2021年大会のフルマラソン、玉名内田店マラソンは、COVID-19 の感染拡大のために大会、連続で中止となった。金栗43が青春時代を過ごした東京都文京区では、大河ドラマ、伊田店主人公、金栗43青春の地、文京区プロジェクトと題し、 様々なイベントを開催した。金栗四43が教員を務めた東京府立第二高等女学校を前身とする東京都立竹早高校の吹奏楽部は本作が縁となりドラマ中の音楽の演奏に参加した。またもう一人の主人公である田畑政二の出身地である静岡県浜松市でも同志を舞台とした2017年 NHK 大河ドラマ 女上主自家虎に引き続き関連する企画が実施された。2019年1月、演習鉄道新浜松駅北側の高架下に2018年1月末まで自家虎出世の館として運営していた場所を改装してオープンさせた浜松魅力発信館ザゲート浜松で達店のドラマセットなどの関連展示をスタートさせ、同年12月26日まで展示を行った。 展示内容は、田端誠二が主人公となったドラマ後半の7月、そして10月に一部変更している。また中区茂子町の聖火跡など、浜松市内の田端誠二ゆかりの地の11カ所に看板が建てられ、西区の古橋、広野新記念浜松市総合水泳場、中区の浜松市立中央図書館で、田端誠二の特別展を開催した。 ドラマ最終回の放送が当初予定されていた12月8日には、浜松市立高校講堂で NHK 静岡放送局と浜松市共催でパブリックビューイングが行われたが、10月20日にラグビーワールドカップ準々決勝を中継して放送を休止したためにオンエア内容が一周ずれ込む形となった。金栗を指導したカニの出身地である岐阜県中津川市では、 名前すら忘れ去られていたが、伊達店、放送を機に観光家がカニを紹介するチラシを作成、カニ特配小学生ドジボール大会を開催するなど功績を伝える動きが現れた。また、ロケが行われている、筑波未来市の広報によると、ワープステーション江戸では新たな区画が撮影に用いられた。ありがとうございます。